Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! さて、これが今日のラストの予定です。スピーカーが坂田さんで、スピーカーは坂上さんですね。Here comes a new challenger! Please select your character. Ibiki Kohaku. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action!甘いです。
画面の方は坂上さんが非常に強い。関東のそのサマナー扱いは結構両方使えますね。坂上さんも両方使えるらしくて、まあ、確かにね。あ、ゲンさんも使えないですか。ゲンさんはでもなんかビット投げてますよね、なんかね最近、うん、パワーがねパワーがある。ゲンさん軸お疲れです。またさあダッシュに B ですね。エクシーが中段からチェックロ重ねて、コパンからの岡崎弾三振ヒット。中段バクセラムの中段ボールよく分かってなくて、あれガードしても何もないのよく分かんないよね。あ、ラムダねパックリ中段ね、うん、あれさ、そう俺わざかくんのガードして、あ、違う普通の 4B、 うん、あれ6ミなんだ、あ、今6ミなんだね。あ、じゃあ膝はないのね、ラムダは。なるほどなるほど、多分ね、なんかさ、もうあれ見るのだけでもう1年ぐらい年取るからさ、そうもう1年ぐらい使ってるからやっぱ確定ぐらい取りたいからさ、なんかないかなって、まあ何もなさそうなんですけど、さ、これ隠らない。これ出っ放し、届かない。おっと、さあゲームをコントロールしてるさんがいる。あそこの膝の後に前飛びしてるのは佐久間さん、なんかキャラ対してる感ありますね。やはり優秀戦なのかな。さあこれは暴れ暴れていく。さあ中段、さあ坂上さん非常にうまい。いる。エクシーが鳴った。ここはそきっていく。佐久間さん、まさか総裁ですが、少しそこから詐欺風でしたが詐欺になっていない。勝利、おっと、これが意外と面白い動き、空振ってるのに返ってくる。中段ガード、さあ中段打っていく。
からブレードを止めて、あ、ブレードだと走れないのか、そうそう。さあ、ガーキャンを使え。おーっと、赤くなって危ないところ。下段。ナビは空振り。ノビは6ルビーらしい。さあ、前パンテストが欲しい。下がっておらず、注力。サディ。いや、2D。ナビディ。さあ、こっから、コパン投げに行った。なるほど。バリガーで離して、ナビを光らせる。ここはバーストを切る。打っていく、これは変わってシックルストーム、キャバリエ、サガミディ、ボディ、ジャンプディ、DD、クレで締めて勝利打っていく。さあ裏、勝負をかけていくときにああいう技からな、意外といいですよね。まあなんかファジーできるっぽい雰囲気はありますけど、あの距離をファジーしようとするとちょっと表から生中になって、うまい。確定にはならなかった。いや、あれ前 B で確定取った感じなのかな、わかりませんか。あとは XC が選択、上から踏んでいく。バックが通る、なるほど。こういう感じだ。次前パン前 C、シックルフォーム、キャバリエ前 C。 さあこれはシックル音、最速空気を取っていく。ガキ危ないところ、投げは飛んで回避。5番これは勝てない、ジャンプが強い。さあミサゴで締めて、坂上さんはゲージとバーストがあるが、ここはオーバードライブアバレー、ジャンプ仕方。ミサゴからラピキャント、あ、これで13。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action! コメントの方はこれ坂上さんがアクティブに入ってここでは帰っていくと、さあ昇竜重ね、さあ怖い、オーバーダブルがある、ここ無理はしづらい、コパンが当たっている。重力からさあ中段重ねいったが、ここは昇竜、うおー、ブラストサイズみたいな。カラフィさあバークスに引っかかっている、危ないところ。 2B はバークスでクライミングの形になる。さあ坂上さんバースを切った、ひっくるからコパン、下段ガードしてる、ジェネシーからガードしているが、この下段が当たってこっからリターンになる。前 SD、シックルストーム、キャバリエ、前 SD、DDDDD、シックルストーム、最速から、さあ、ジャンプシをかぶせて中段、ジャンプシをかぶせて中段、ゲージを使って追撃していく、ここバースト。さあ、よく見てる、画面よく見てる。下段、中段。CDC、CDC と。さあ、坂本さん、お強い、14。
The wheel of fate is turning. Rebel one. Action.病気になってしまった。ジャンビージャンビー、あとこのミスっぽいか。1番サポがバーストギってくださいか。さあ、ミニータイクからインセットに行ったか。さあ、シングルラピアン読んでいるが、さあ、確定を取りに行ったところ。ラピアンフォローから逆に確定を作っていく。いいよ、ない。さあ、難しい。大倉セッキーは全然。わあ、走ってくる。男子。さあ、漏れた。ガーキャンなんでしょうが。俺は佐久間さん、粘って拾った。さあ、生中かさね。後半からダッシュ投げ抜けている。しっかりしている。よし、キャバリー。いや、なんか別のものが当たってキャバリーみたいな感じ。高橋龍届く。下がる坂上さん、追う佐久間さんですが、端は垂直、重力が出てましたが、さあこれはゲージを使って OD もあるので、さあ OD を使わなくても大丈夫だ。24、実力がなければ。The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. お見苦しい冗談で続きます。見えますか。残暑引きだらけです。こんな感じです。記憶人上です。見えますか。さあ、8、いや7試合目か。冗談ですよね。それは飛んでかい。後ろ後ろ、残念です。冗談甘いです。重力状況、さあ様子を見ている。中断。さあ、おっと、放天が。よし。
出てこんでいった感じ。ゲナが通ってさーっと壁に当たらない。ラフィングなさあバースト切っていく。また腰にバスト。さあボディにジャンシュ合わせた。素晴らしい。これで 1-1。おお、しっかりしている。さあ2ビースタート。さあ呼んでいたが投げは5発。さあこれは隠してるんですかね。ツナガード、素晴らしい、よく見ている。ジャンピオキー、さあ最初の強選択手段。さあエクシーバーが出ていたか潰して、ツナシカタ。当たる5杯よりは、佐久間さん、5番から下段、危ないところ、まだ残っているラッキング下段、これはバリガでしのいで下段届かなかったが、バースト切って、サムさんピンチ、さあ、青くつながっていましたか。3-4。さあ8試合目。さあ上でかな。さあ下のコーディアバレからここは最初に打っていく。距離が離れるんですね、ラムダの家を。1位側から三振ヒット、これは端なのでリターンになる。ファーストキッティング佐久間さん。出てね、おっと引っかかっていたのコミになるぜ。コマから勝利を受けやすか。リリーで払う。ボディがヒット、ラピキャン、おっとコンボにならない。おお、すごいしゃべりてきた。あと一瞬経ったがしゃがんでしまった。中段が非常に長い。何が抜けて、おお、ビスターボー、すごい嗅覚。さあジャンプシーンから先に去ったのは佐久間さん。さあ暴れを潰していく。さあ上に引っかかったか、おっとエクシーが暴れ中段。さあ熱波を2位で引っかかったか、当たると思っていなかったか。キャプレーパナッシュ行く。さあ前に浮き身 B がマウンターしたわ。7コメならない。裏から参ります。さあミサゴ指名、サゴさんが耐えるグリード。おファンカーブって、さあ 5C 溺れたっぽい。バース読んだ。オーディアバレ、いや違う、キャンセルオーディしてるのはサゴさんが。なんとも。さあこれで読みよう。自分は仕事がありますね。The Wheel of Fate is turning.
Rebel One, action. 記憶人驚きました。見えますか。セラ、セラ、セラ。イザーション、イザーシです。見えますか。さあ中段に対して。ユシが暴れていく。こうバースト級佐久間さん。ノディ、ノディ、キャバリエ。さあ 2B 置いてある。さあ沢井さん 2B を差し込んで勝利で限界です。これは打ったが、あお、前手だった。あ、簡単、簡単、バインって感じだった。すげえ減るんだけど。そこら受け身が取れた。さあ、ていない。さあ、2D を払って 2B が刺さってブレードまで。まあ、2勝機面白いですね。さあここを刺していくブレードからリムエファン前しシックルストームキャバリー A 前し DD2DD 下段で蹴って大きめの下段からの中間タグ。さあまとまったダメージを作って坂上さんシックルストームこれオーディアバレー落ちが下がる。さあ D からマイディゲダガード。さあ、あ、走ってゴミですか。飛んで回避ジャンピージャンピーシャムくらい。ここはゲージを使ってラッシュマイシーがマイシーで前が出た感じでしょうか。 DDDDD からシックルストームダーギャン、これ当たる。さあ DD で巻き込んでまだ残るが、これは結構きつい。なんか当たったらバーストする前に死んじゃいそうなので、オーディからかくらない。あー、エクシーがさてことで5-4ですか。勝ったな坂上さん。作敵モードの更新が必要です。